どうもこんにちは、シモベース俊二です。今日はマクドナルドハッピーセットのおもちゃ、7月19日金曜日よりユニバーサルスタジオジャパンオールスターズ第2弾が開始されましたんで、早速ゲットしてきました。で、第1弾が6種類だったんだけど、今回第2弾も6種類で、金曜日マクドナルドなんかシステム障害かなんかで、いつも行ってるところがね、中止休止になってて、で違う店に行ったんすよ。するとですね、なんと、6セット頼んだんだけど、3個も被っててね、基本選べないんで、もう被っちゃうのは仕方ないんだけど、2種類ね、ちょっと出なかったんすよ。で、あと残り2種類当てようと思っても、なかなかね、無理かなと思って、他の店で、6セット頼んだら、ちゃんとね、スタッフの方ね、選んでくれて、コンプできました。無事できました。第2弾6種類番号の方、見ながらね、開封の方していきたいと思います。チャンネル登録がまだの方は登録、高評価の方もよろしくお願いします。第2弾の袋は水色になってますね。はい。で、くるっと回して、後ろ番号ここですね。CBG の0987から見ていきます。袋カットして取り出します。出てきたのはエージェントミニオンの水鉄砲。高さが約 7.5 センチのスチュアートがかっこいいエージェントになってるよ、これ。で、前にはこう銃を持ってて、なんかね、余裕の表情して、これ、似たと笑ったね、表情になってて。で、上ね、髪の毛。めちゃめちゃ可愛いね。で、くるっと回すと、こんな感じとなってて、後ろにね、これね、ボタンがあります。遊び方は、スチュアートをこう、水にね、つけるじゃないですか。で、後ろのボタンを押すと、こう、水が入るようになってて、あとは、この後ろのボタンを押すと、こう、水がピューっとこう、出るようになってると。水を、この中に入れます。はい、沈めて、後ろのボタンを押して、はい、水を入れるんだけど、ちょっと水の量少なかったか。はい、まあ、ここで入れてですね。で、上に上げて、こうすと、おー!すげー!あ、一瞬だけ出て、あともう下から、めっちゃボタボタ、水垂れてる。はい、ブクブクってなって空気抜けましたね。で、指離して、で、水がこの中に入ったんで、あとは持ち上げてギュッと押すと、いきますね。はい、こうが、あ、もうね、一瞬だけ、もうあとはもう、足元から水が下にね、じゃーってこう、じゃーって垂れ流れてたよ。マジか。もうあんまりね、ピューって出ませんね。なんか思ってたより出ない。もう一回ぐらいじゃん。一、二回しか出ないね。はい、持ち上げて、もうすぐ一回、もうこの一回ぐらい。あ、二回出た。あとはもうダメ。あとしたから、じゃーって出る。二袋目。番号の方が CBG1098 を見ていきます。出てきたのは風を起こそうピットブルーミニオン。この季節には嬉しい扇風機ですよ、これ。で、この手で持つところが、こう工具、モンキーレンチになってて、めちゃめちゃ形かっこいい。で、ここにレバーがあって、で、あと上ですね。このくるくる回る羽の部分。なんか可愛いデザインになってますね。ピットってなんか書いてる。で、上には、これ誰だろう?デイブかな?ごめんなさい。ちょっとこれわかんないんだけど、工具を持ったミニオンがね、こう座ってると。めちゃめちゃ可愛い。後ろにユニバーサルスタジオジャパンと書いてますね。はい。で、持って、この、レバーを押すと、羽がね、こうくるくる回って、風はね、あんま来ない。これぐらいの距離だと、ちょっと来てるかなっていうぐらいで、ま、この辺になったら、風来てるわ、みたいな。まあ、それぐらいの強さ。なんで、あんまりね、これ持ってたら大丈夫なんて思わない方がいいかも。まあ、ただ、見た目は可愛いからね。あと、くるくる回る。この見た目はいいと思います。さあ、袋目。番号の方が CBG6789 を見ていきます。出てきたのは、お猿のジョージのシャボン玉。で、これね、シャボン玉の液がいるんだけど、いや、今、ちょっと用意してないんで、
こうなんだこう食器洗う洗剤を使ってねちょっと用意しますねで下はねこんな感じで可愛らしいね。ここに、おシャボン玉液を入れるところがあって、でこう蓋します。でこの上これは帽子かな、はい、大きい帽子にですねこうジョージが、はい、もうこれふーってやる、そんな形になってるねここからこう多分こうシャボン玉が、出るようになってると。で後ろにねこう吹くところがあるんで、ここに口を加えて息を吹きかけるとシャボン玉がねこうふわーってなると思うんで、ちょっと待ってください。シャボン玉の液用意します。急遽シャボン玉液の代わりをちょっと用意したんだけど、これはねうまくいくかわかんない。綺麗にねできるかな。ジョージをこれ乗せるんじゃなくて、こうだ。こうつけると。はい、ここにつけて、で、息を吹きかけると。あ、出た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 。あ、めっちゃ出る。シャボン玉液があればね、綺麗にできると思うんだけど、簡易的にね、作った液でも、ちゃんとね、膨らんで、何個か出来上がりましたね。うん、めちゃめちゃこれ、普通のシャボン玉液でやると、楽しいと思う。4袋目、外から触った感じ。なんかね、めちゃめちゃ小さい。これ上手っぽいな。はい、番号の方が CBG7890 を見ていきます。予想したのと全然違いました。ガブッとキャッチジュラシックパーク T-REX が出てきました。僕の好きな恐竜なんだけど、まさか外してしまうとは。全長が約ね、10センチ。で、あのね、恐竜が意外と、ほっそりとしとんすよ。あのね、もうちょっとこうガッチリとした T-REX なのかなって勝手にイメージしてたんだけど、細いね。で、近くで見るとこんな感じとなってて、はい、ガッチリとした足に、ユニバーサルスタジオジャパンと書いてあってね、かっこいいですね。で、前足は短くてね、で、2本の指がちゃんとある。まあ、この辺ね、バッチリこう再現された、形ですね。で、頭は大きいんだけど、目はクリクリになってて、で、口は開閉するようになってますね。で、歯の部分は綺麗にね、塗装されてる。頭のこの眉のね、ボコッと膨らんだ造形とか、かっこいいっすよね。正面から見るとこんな感じ。うん、かなりいい作りになってる。後ろ足そんなに大きくないんだけど、ちゃんとね、こうやって立たせて飾ることができるようになってますね。遊び方は T-REX の尻尾を下に押すと顎が閉じる。まあ、口が開閉するってことですね。で、こう何でもこうガブッとね、こう掴むことができるよということで、尻尾を上下に動かすと、こんな感じでね、口が開閉するようになってますね。T-REX と一緒に入ってたこの紙ですよね。こう薄いんだけど、はい、こうこんな感じ。ちゃんとね、掴むことできるんですよ。うん、ギュッてやると、うん、すごい。はい。こんな感じ、うん、バチッとねこう加えてますね。で次見るこのハッピーセットの袋なんかも、はい、こんな感じで加えさせることできますねちょっと落ちるけど、はい、まあいろんなものねこうやってこう動かして加えさせて、こう遊べるよっていうことなんだけど、まあでもね恐竜好きの方は、うん、もう挟まなくてもこれを見てるだけで嬉しいと思います。はい。結構ね、いい作りになってる。前のユニバーサルスタジオジャパンオールスターズでは、なんだったっけ、ゲートに T-REX がいてる。あれ、なんだったかな、水鉄砲だったかな、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃったんだけど、あれ、めちゃめちゃかっこよかったんすよね。で、今回はこの、そう、小さい T-REX になってるんで、まあ、どこでも、こう、持ち運びできるっていうのは、これはいいけどね、うん、あと、うん、2、3種類恐竜ちょっと欲しいっすね。5袋目。CBG の8901を見ていきます。出てきたのはジョーズの水鉄砲。めちゃめちゃ気になってたんだけど、これものすごいかっこいい。映画ジョーズで登場してるこのサメのこれ水鉄砲になってて、体横にジョーズと書いてるね。いやー、これあの水鉄砲だから遊べるんだけど、もうね、大人の方、もう、ね、ジョーズ好きな方多いと思うからね、もう飾っとけますよ、これ。本当にかっこいい。で、後ろの尾びれね、ここが動くようになってて、後ろに引っ張って、はい、もう、わかりますよね。はい、引っ張って、こう、水を入れて、こうグッと押すと、この、口ですよね。ここに穴があるんで、ここから水がピューっとこうね、出るようになってると。そして背びれはこんな感じで、このヒレとかね、胸びれなんかもね、可愛らしい形になってるね。
で目がこうクリクリ、ちょっとこうし白い部分があるから、うん、優しい感じになってるんだよ。白い塗装がない方が、うん、ちょっとこう不気味さは出て上手っぽい気はするけどね。はい、まあまあまあこんな感じとなってますね。で横に、ユニバーサルスタジオジャパンと、書いてます。こちら大きさの方は全長が約ね11センチぐらいで、で兄はホホジロザメとね、はい、並べて見比べると、まあこれと同じぐらいのサイズですね。はい、まあこんな感じとなってて、かわいい。めちゃめちゃかわいい。ユニバのお土産コーナーでこれあったら欲しくなっちゃうレベルの、うん、かわいさですね。ではこのジョーズの本体に水を入れます。この後ろを引っ張って、はい、水を入れてね、ちょっと何回かやった方がいいかも。こうね、シュポシュポして空気を出してね、で引っ張って、で持ち上げて、で今日グッと押すと、これ最高。さっきのミニオンと違って、これはね結構な勢いで出る。こう後ろに引っ張った時のこのストローク長いもんね。すげー勢い出るね。これは、あの、見て楽しいし、遊べる。最後、6袋目。番号の方が CBG9012 を見ていきます。袋、カットします。出てきたのは、シェイクパーティーミニオン。ボブが両手にマラカスを持ってます。で、頭ね、アヒル。アヒルのこれ、浮き輪でしょうね。浮き輪で、あと、この星。のこうリングみたいになってるんだけど、これカバンなんかに取り付けることがね、引っ掛けることができるようになってるみたいですね。こんな感じでお気に入りのカバンにねこうつけて持ち運びできると。で遊び方はもうこのままマラカスなんすよ。で、こうボブを持って振る、まさかの音、あのシャカシャカ砂が入ってるような音なんのかなって思ったら、うん、全然違う。ポムポムポム、ポポポポポみたいなね、めちゃめちゃなんだこの音。いやなんか、うん、思ってたのと全然違う音が鳴るね。でこう後ろにね穴があって、まあここからなんか音出てんのかな。これを使ってなんか演奏したりなんかできそうなんで、よかったら皆さんこう友達何個かねゲットしたら一緒にみんなで鳴らしてね、ぜひ遊んでください。今回はマクドナルドハッピーセット、7月19日金曜日から開始されましたユニバーサルスタジオジャパンオールスターズ第2弾の6種類、番号の方見ながら開封レビューの方しました。第1弾はマリオ一色だったんだけど、第2弾は、ミニオンに、ジョージ、そしてジョーズと、僕の好きな恐竜のねジュラシックパークがラインナップに入ってて、かなり楽しめる内容になってましたね。第2弾はね7月19日金曜日から7月25日木曜日までとなってるんで、今回第1弾第2弾と6種類となってて、で第3弾では最後は全種類となってるから、あのゲットできなかったのもここでゲットするチャンスはあるんだけど、全部で12種類あるから、さすがに12種類あるとね自分が欲しいのはなかなかゲットできないと思うんで、第2弾で欲しいのがあればね期間中にね、ぜひ、ゲットできるように頑張ってください。はい、ということで今回はこの辺で、チャンネル登録がまだの方は登録の方よろしくお願いします。第2弾皆さん何が出たのか、よかったらぜひねコメント欄に書いてくださいね。第1弾の時にねコメント欄にどれが出たのか書いてくださった視聴者の方ありがとうございました。では皆さんの結果楽しみにしてます。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。